にちは、カノです。今日は久しぶりにおやつを買いに来ました。おやつ買って何するの？食べるんでしょ。はい、カノさんには事前にお小遣いを渡しています。どこに入ってますか？お財布ですよ。見せてください。このお小遣いで好きなお菓子を買ってきてください。はい。その前にもう一つだけお約束事としますね。どれどれ？おもちゃ付きのお菓子は一つまでにしてください。なんでよ。お菓子いっぱい買えへんよ。今回はそういうお約束で買ってきてください。わかりましたか？はい。じゃあいきます。せーの、レッツゴー。ゴー。おい、頼む。それにするの？やっぱり青がいいな。それダムネ。私これ嫌いだわ。これ買いたい。そんなでかいのは買えんな。なんで？ちっちゃいのがあるんじゃない？ここにマシュマロ。でかいね、そのマシュマロ。これでかいだろ。入れちゃった、うん、かちゃん、お釣りもらってよ。はい、どうぞ。これ何かわかんない。なんだろうね。これ持ってく？うん。ありがとう。帰ってきました。はい、お帰りなさい。カノさん、予算オーバーです。なんで？今回60円予算オーバーしました。じゃあ何を買ってきたか一つずつ見せてください。じゃあ、おもちゃから。おもちゃね、一つだけってお約束のおもちゃね。おもちゃ。ハテナ卵です。これ後で開けましょう。あ、チョコです。チョコです。ヤンヤンつけ棒のちっちゃいやつですね。小さいやつかな。はい。つけつけペロスティック。次はね、チョコレート大きい。大きいの。ジャガチョコ。ジャガチョコ。ポテトチップスにチョコレートをまぶしちゃうやつですね。冷蔵庫ちょっと入れときましょう。なんかもうね、すでに、ね、固まってます。これリンゴのゼリーです。はい、リンゴのゼリーになります。他には、また風呂。はい、こんにゃくグレープゼリーになります。はい、他には、なんかチョコレートをね、ちょっと多めに買ってた気がするんですけど、なんでチョコレートいいんですか？チョコレートです。焼きチョコレート。焼きチョコレート、はい、なんか珍しいのがあって、箱ごと買おうとしてたんですけど、箱ごとは1000円するので、なんでや。はい、1個ちっちゃいの買いました。はい、次、アンパンマンでしよう。アンパンマンのチョコレートになります。でもなんかね、溶けてきてます。なんで溶けてきてるの？熱いで。言ったじゃん、チョコレート買うと溶けるよって。はい、じゃあ最後の一つは、キティちゃんですよ。これもチョコレートなんですよ。ちょっと虫歯にならないか心配ですよね。キティちゃんのチョコレートになります。さあ、カノさん、お待たせしました。どうぞ、おもちゃ開けてください。おもちゃ開けれないんです。開けてください。開けてください。開けれない。なんだろう、なんか嫌な予感がする。ということで、組み立てていいか。うん、恐竜の骨ですね。じゃあ僕作っちゃおうか。ダメ、やだこれ。しかもね、4体組み立てられるやつです。かちゃん、これはハズレ？うん。残念。車はいいかった。あ、そっか。でもこれは何のおもちゃが当たるか分かんなかったね。風船かもしれないし、腕輪かもしれないし。なんで腕輪？ハズレかもしれんね。ということで、今回久しぶりのね、おやつお買い物チャレンジでは、カノさん、この何品 ?1,2,3,4,5,6,7 8品買いました。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。はい、次の課題はちゃんとお釣りをもらうこと、チョコレートばっか買わないこと、予算内に収めることです。なんでや。ママ買えないよって言った時はやめないといけないんだよ。あるよあるよじゃないんだよ。なんで？お金なかったら買えないんだよ。わかりましたか？はい。